世界を愛で包むヒマラヤ大聖者ヨグマたちから、日々を懸命に生きるあなたへ言葉のプレゼント。ヨグマたち2023年ということで、今これやっぱりこう年始ということはもう皆さん今年は違うっていうところをですね、挑戦したりとか、はい、目標を立てたりとかいう一番絶好の時期だと思うんですけれども、ヨグマたちにもう本当にお聞きしたかったのがですね、運気を上げるですね、こうやった方がいいこう行動とか、ルーティーンと我々言ったりするんですけれども、何かこうこの時期だからこそやっておくべきこう運気が上がる行動だったりするものってあってたりするんでしょうか。まあうちではね、新春のダルシャンって言って、聖者にね、こう新しい年を迎えてね、で聖なる祈りをしてね、で瞑想をして、そして祈願を出されてね、で今年1年、こういうふうになりたいとかね、いろいろ希望がありますから、そういうものを出していただいて、決意をしていただいてね、そういう新春の祈願っていうのを、出すんですね。みんな神社行ったりね、お寺さん行ったり、そういう新春のそういうものを出される人もいるとは思いますけれども、みんな瞑想者になるとそういうものがさらに強くなってね、雑念があったり、こういろいろ心配の心があったりね、そういう中でこういろいろ思ってんだと思うけれどもね、なかなかうまくいかなかったりね、嫌なことがもっと起きたりとか、だからいいエネルギーにつながって、でいい心を持って願うっていうのはね、悪い心を持って願うとね、なんかちょっと欲の心でね、こう変なものを引き寄せたり、その類は友を呼ぶっていうのがあるんですね。ありますね。だから自分のこうクオリティをね、高めていかないとね、純粋な心で祈っていかないと、それがちょっと信じなかったりすると、ガッと悪い方につた、こうつながったりするとね、でパワーが変な方に働くっていうこともあるんですよね。だからやはり守られて、こういいエネルギーにつながって、そういう意味でみんなうちの新州のダルシャンとかヒマラヤ聖者につながって、あの願いを叶えるっていうことをやっていただいてるんですね。みんなどうしてもエゴがあるのでね、あるいはちょっと疑いがあったりして、そんなこと言っても願いが叶わないとかね、そうすると本当に叶わなかったりするので、信じてやってもらうってことなんですけれども、今年はみんなもこのしっかりとね、瞑想者になってヒマラヤシッダ瞑想って言うんですけどね、お清めをいただいて、いろいろなこうところに、体のいろいろなところにね、過去性からのこういろいろなストレスが溜まってるんですね。でそれをこう清めて差し上げるんですよ。でそれをいただいて、こういろいろ悪いものが溶けてね、健康になったり、心の曇りが晴れてね、軽くなったり安心したりとかね、でそれを受けて、それで聖なる波動っていうのの音の、マントラっていうんですけれども、それをいただいてね、それでその波動でこう聖なる波動で内側のストレスを溶かしていくんですね。ふとあなたがこう願ったことが、実現するようにね、だからあなたが日頃こうやはり悪いことを考えないようにね、こうやったら、ね、ちゃんとうまくいくんだっていう気持ちでね、こう運命が開けられるっていうことでね、しっかり自分がこうやったことは結果が出るようにね、そういう自分を信じてね、そしてまたそういう高次元の存在を信じて、でそういうスピリチュアルな人に生まれ変わるってと、生活の中に瞑想と祈り、ヒマラヤシッダ瞑想と祈りを取り入れていくとね、でマスターのガイドによっていろいろ授業も成功していきますしね、日々のそういういろいろな
問題も解決してね、それで運命がどんどん改善される。で、私たちの中に運命を決定づけるね、その設計図があるわけですよ。で、その通りにこう人生がこう展開していくのね。で、それがこう聖なるエネルギー、またあなたのヒマラヤシーダ瞑想をやることで、その溶けてね、純粋になって、それでもう神と一体になってくる。神の願いがね、本当の自分の願いっていうもの、周りの人を幸せにしたいとかね、この事業はみんなのために役に立つんだっていうことでね、みんなを傷つけるものでなければね、どん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 運命が開かれて、そして成功に導かれる。だからまずあなたがスピリチュアルの人に力者っていうんですけれども、その秘宝をね、瞑想の秘宝をいただいて修行をしていくっていうのをね、そうするとどん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 あなたの運命が変わっていきますので、まあその心ではね、やはり自分の心っていうのはね、肯定と否定をこう変化してるんですよ。だから変化しないところにつながってね、で深いところの意志の力を強めてね、そうやってこの本当の願いを実現していくと、もっと運命が開かれていくって。だからもっともっと力強いね、真理の力、神様って言うんですけど、そういう力をいただいてね、そして願いを実現していくって、そういう時かなって思いますので、この新年にあたってね、希望を持って生きていっていただきたいなって思います。